クライナ侵攻がもういよいよ始まっちゃいましたけど、はいはいはい、プーチン大統領どんな方なんですか。もともとね、あの何の仕事についてたかっていうと、皆さんご存知ですか、 KGB、 ぶっちゃけ何やってたかっていうとスパイですよね。東西冷戦時代のスパイで、東ドイツでずっと仕事をしてたっていう、まあ、スパイになりたくて憧れてなったというのがプーチンさんなんですよね。でプーチンさん、そのスパイを終わってから今のレニングラードの市長のところで働いて、まあ、副市長のやったりするんですね。これで政治家になっていくんですけど、この時の後にですね、あのエリツェンさんって覚えてますか。このエリツェンさんのところにプーチンさんは仕事してたんですね。でこの時にエリツェンさんに認められて、だんだん出世していって、結局次の2代目の大統領になれるというポジションについたということなんですが、なんて言ったって元がこれですから、 KGB スパイ出身ですから、なかなかのこわもてのおじさんと。